クオークスターは日本の競争馬である。主な勝ち倉はセントライト記念。名前の由来は超新星爆発を起こした後に形成される天体。デビュー戦は1月5日、中山市は2000メートルの新馬戦。直線追い込むも2着だった。このレースで勝ったのはオークスを勝ったサンテミリオン。2戦目の1月17日の中山の未勝利戦は4番人気で初勝利を果たした。 この後初重賞挑戦となったキサラギ賞に出走も7着だった。その後中山の500万下に出走し2着、1着した。その後間を開けて、ダービートライアルのプリンシパルステークスに出走し、2着に入ったがこの年からダービーへの優先出走権が、勝ち馬だけにしか与えられなかったために惜しくも、ダービーへの出走は叶わなかった。 その後ラジオ日経賞はまたも日着となり、夏場休養に充てられた。そして、セントライト記念は、逃げる山にエルブーゴール全差し切り重傷発制覇を果たした。菊花賞では、見せ場なく急着に敗れた。2011年は、大阪杯から始動の予定だったが、体制が整わず放牧。2012年の復帰に向け調整が進められていたが、 足元の不安を再発しそのまま引退する運びとなった。今後は北海道札幌市の桃瀬ライディングファームにて乗馬となる。ありがとうございます。